さあ参りましょう。マットノによるライブ中ファンのメッセージボードに答えていたらしゃくれてと出された時の顔です。どうぞ。かわいい。あ、かわいい。あ、今のはまた俺は大好きですよ。あ、大好きですか。多分他の人は多分気づかないよ。はいはいはい、こうやりながらこの隠しながら確かにちゃんと桜スタジオ。そう、あれ素晴らしいテクニック。また良かったんじゃないでしょうかね。どうだった、やってみて。え、でも思いっきり隠してたらやっぱり怪しまれるじゃないですか、うん、やっぱ他のメンバーさんとかから。そうか、横にいる他のメンバーにも見えないように髪の毛整えてるふりしながらしゃくれさせるんだ。あ、そう。ためだけに。小林いかがでした。いや、でもすごいなんか見つけた時のえ、これやるのみたいな表情とかもすごい上手でした。そうか、しゃくれにちょっとスポット当てちゃってたけど、その前も良かったって、うんうん、小林だけ見せとけばしゃくれ。嫌ですよ。いや、小林だけよ。ほら、隠れて、隠して、隠して、隠して、小林だけ。